ロジック・オブ・ポリティカル・エコノミー、1844、トマス・ドクインシーは、イギリスの評論家。織物賞、トマス・クインシーの次男として、マンチェスターに生まれる。父・トマスは文芸に趣味を持ち、1775年には、匿名による旅行期、1772年夏、イギリス中部地方の短い旅、並びに1772年9月、 同様の遠出の旅を上司したことがある。1793年7月18日、父が約3万ポンドの遺産を残して40歳で病死したため、4人の後見人の手に委ねられて育つ。1796年、バースに転居する。この年、母が一家の名字をドクインシーと改正する。バースのグラマースクールで古典後、 特に濃い姉に頭角を表し、古典ギリシア語を自在に操って、モーガン校長から、あの少年に、アテネのボート相手に熱弁を振るわせたら、あなたや私が、イギリスのボートに演説するより上手にやって、乗けるでしょうよと評されたこともある。1800年、マンチェスターグラマースクールに転校する。大学進学をめぐる、後見人との意見対立のため、1802年7月に、 同校から出本する。代筆のアルバイトなどで小銭を稼ぎながら、北部ウェールズとロンドンで宿なしの放浪生活を送り、新産をなめる。1803年、後見人と赤いが成立したため、オックスフォード大学ウスターカレッジに入学する。在学中、ワーズワースやチャールズラムやコールリッチと交流する。1804年秋、当時合法だったアヘンを、 失への鎮痛剤として用い始め、後中毒となる。1830年、エディンバラに定住する。1833年、借金の罪で2回起訴され、債務者避難所に蓄転する。1834年、債務不履行の罪で3回起訴される。1859年12月8日、エディンバラで死去した。74歳。主張。 アヘン乗用車の告白では、怪獣かつ華麗な文体で、自らのアヘン中毒体験を綴って、反響を呼んだが、社会的影響が大きく、世人を悪臭に誘ったとの非難もこむった。この随想はボードレールを愛読者に持っていたほか、ベルリオーズに霊感を与えて、幻想公共曲を作曲させるなど、芸術家たちに多大な影響を及ぼした。また、 ブラックユーモアに満ちた評論、芸術の一分野として見た殺人に感銘を受けた谷崎潤一郎は、早くからこの論文への興味を作品中で表明し、1931年には芸術の一種として見たる殺人についての題名で、自ら犯罪科学誌に翻訳文祭した。ありがとうございます。